はい、ということでね、今日こちらでございます。アークテリックスでお買い物。どうかつやしです。今日はですね、まだね、髪の毛セットしてないんで、ちょうどこの、えー、商品をですね、購入いたしましたので、ということで、キャップですね。で、僕あの、キャップやっぱ色々好きで、結構最近被ってんのは、このね、えー、ジョンブルトゥークラス .X のジェットキャップであったりだとか、これはね、ただね、えー、っと、こちら。 オリジナルボディではないのでこれで検索してもらったら結構安く1500円ぐらいで買えますねそれの色違いのブラックだったりだとかマ、まあシュプリームこの辺りね去年ね結構買いましたねあとは友達にもらって ニューーエラのスプリームだとかそれでであのの結構やっっぱ黒っぽいいが多いんですら唯一最近ね購入したベージュはえこの辺ぐらいなんですけどもであの今年やっぱりこうベージュ系とか茶色だとかカーキっていうのはねまあ前から言ってるんですけどもそのねちょうどいいね感じのですねキャップがありましたので開封いきたいと思いますアークテリックスでねまさか買うとは思わなかったんですけどもそれがですねあのー いやオリジナルショップというのがすごい全国に数少ないらしくてなんかね名ねーンみたいなのがあったんですよね一応ねえー、っとこちらなんですけども僕行ったのがですね一番下一番下のアークテリクスマークイズ福岡ももち店っていうところに行ってきましたでここにね、えー、12345でしょで後ろに 12345全国で10店舗ってことかな一番近いところがここで行くと東京が一応5店舗あって神奈川1店舗名古屋1店舗大阪兵庫ということで兵庫のねあのア,ーアークテリクス神戸ブランドストアっていうところが一番近いので九州初上陸 ってことで確かに Google かなんかで見たらね確か店舗の写真ありましたねということで、えー、開封の方していきたいと思いますでは開封じゃじゃーんと綺麗にラッピングシャルでとりあえず袋ですねでは行きたいと思いまーすこれねアークテリックスって結構高いじゃないですかでもねこのキャップはねめっちゃ安かったですこの色がねこう見つけた瞬間 で黒とあとネイビーとなんかあったのかなでもこのね、カーキ。これ色がね、ちょっと、色がね、ちょっと変わった色でですね、なんかちょっと全然読めないんですけど、こんな感じ。えー、っと、サイズワンサイズで、カラー、なんて書いてるんですかね。一応、カーキらしいです。で、価格がね、ウェアとかめっちゃ高いのに、安いんですよ。4200円プラス税。低買いしちゃいました、だから。 これは絶対欲しいなと思って被っってかたたらちょうど良んですよ僕今髪の毛そんな長くないんでこれ以上ちょっと短く切っちゃうと大きくはなっちゃうような気がするんですけども本当ねぴったりサイズもイメージ通りブランドもね一応しそ帳だったからの化石なんですけどもそこまでブランド主張しすぎないこのデザイン。 まあ、そのあたりも含めて、えー、気に入っちゃいました。ではね、えー、こちらをカットいたしまして、実際ね、被ってみたいと思います。一応ね、あのー、まあ、店舗に置いてあったものと、これね、新しく出してもらったんですけども、こう形、えー、まず素材感近くでこれ伝わるかなここら辺で伝わるかなピントが合えば。あ、こわかりやすいと思います。コットンのような雰囲気もあるんですけど、一応ポリエステルでございます。 で、えー、と内側がこういうようなね調整ついてないんですけどこれゴムが1周ついてますねつばはねそんなにね長くないですで深さもねちょうどいい塩梅でしただからこれね多分フリーサイズということなのである程度多分ね伸びるような感じでもそんなに伸びる感はないけど一応ねフリーサイズということで 缶の伸びはいけるかなということでかぶ、えー、ってみたいと思いますと言ってもねまあ、なんとなくであこれすげえ形ここのね形が崩れないように裏からこういったなんか入ってますねこの辺りさすがアウトドアブランドということでかぶりますこれねめっちゃかぶり心地よかったこれねフィット感がねめちゃくちゃいい これはね買ってほんと良かったなと思うちょっとつばが折れすぎこのあこんな感じああいいねもうねフィット感が最高まあこのジェットキャップこれジョンブルのねジェットキャップも気に入ってるんですけど若干こう浅めじゃないですか、まあ、これはこれでめちゃくちゃ好きなんですただ若干ね深めのねあのほんとシンプルな感じが欲しいなと思ってのアークテリクスでございます商品名これかな バードキャップって書いてますね。で、品番こちら、えー、書いてますね。ずらーっと。まあ、こんな感じですね。タグとしては。で、アークテリックスでございます。で、アークテリックスのね、あの、ホームページ、一回見てみましょうか。ではね、えー、ちょっと。 ととだけ見てみたいと思い思ます。アークテリックスはカナダのアウトドアブランドでございますね。メンズの新作デザインちょうどあるんでこれだけでも見てみましょう。高いんですよ。あのノースペースより全然多分高いのかな。かっこいいですよね。でもね、あの絶対的にこれ着やすそうだもん。あ今年こういった色って人気なんですね。あこれていうかこれ全部ないじゃん。やっぱ やっぱ早いなこういうような感じのブランドってニューって出てるにもかかわらず8万1000円税込み完売してるような感じですね何かね去年僕あのノースフェイスのな,なんとかジャケットって買ってるじゃないですかあの迷彩カモフラ柄のまあその後はこれもえこれも全然ブラックとかはあるんだちょっとこう派手めなカラーは完売してますね あのカモフラまああれもあれで気に入っているんですけどもアークテリックスはやっぱシンプルなデザインとかのロゴの感じなのでその辺りもね含めてちょっと高いからあれかなとは思うんですけども欲しいなとは思っておりますね今のところ。ただこうオンンラインで見る限り 売り切れが多そうな感じですね。店舗はね、ほんと品揃え、ほんとたくさんあって、なんか、ほんといろいろ気になるような、えー、アイテムはたくさんありましたね。やっぱ実店舗の方が、なんか在庫とかしっかりあるのかな。やっぱ行ってなかったらちょっと悲しいじゃないですか。そのあたりも含めて、えー、また店舗の方行ってみようかな。でも行ったらね、やっぱ欲しくなっちゃうんで。 買いいたくなっちゃいますなんか、ね、この辺りこういったカラー欲しいなとは思いますね一応あのアークテリックスのこのホームページの、えー、リンクは概要欄に貼っておきますのでいやとてもね気になるアイテムただ高いなでもかっこいいなとは思いますはいいかがでしたでしょうか今回ねアークテリックスでですね を購入いたたししました、まあ、深さだとかあとシンプルなデザインもうねロゴもそんな主張しすぎずこのシンプルなところ非常にね気になってというかねもうパッと見これ欲しいなと思ってかぶってみたら、まあ、フリーサイザーがちょっと大きいかなと思ったんですけどこれまたねいい感じにねフィット感があるわけですよ。 ということで、価格もお手頃で、アウターが結構数万円するのに、小物関係なくね、チョークバッグとかもあって、チョークバッグもかっこいいなと思って、それも4000円台だったので、まあ小物からアウターっていう感じでですね、また、こちらのですね、マークイズの桃地店の方にですね、えー、さっきの名刺。これですね、えー、アークテリックス、マークイズ、桃、福岡桃地店の方、まあどっかのチャンス、機会があればね、行こうと思います。 いやー、今回ね、ほんととてもね、いい買い物ができまして、また僕のキャップコレクションが増えたので、良かったんじゃないかなと思います。まあ、これでね、ほんとシンプルなシャツだとか、まあ、T シャツもまだ厚いので T シャツだとかで合わせたらですね、またこう、今年はね、僕カーキとか、まあ何回もやってますかカーキ、ベージュ、茶色、そのあたりも含めたですね、えー、カラーもどん,どんどんどん取り入れたいと思いますので、という形で、本当良いね、ほんといい色なんですよ。これもう一回、こんな感じ。 あとちょっと外を持っていって外撮影多分どっかであの差し込むと思いますのでまあそんな感じでですね良い買い物ができたので大満足という動画でございましたで本日もご視聴ありがとうございましたおかつやしでしたではまた見て,てくださいいやーアークテリックスいいっすねー去年はノースフェイスねいろいろ買ったんですけど今年 この辺りも含めてアアウトドアブランドうんとても気になります、まあ、ブランドに限らずあのアウトドアの例えばユニクロとかでもナイロンのジャケットとかあるじゃないですかあの辺りもねすっごいいいカラーあったんでその辺りもチェックしていこうと思います。